今自分は高一で、偏差値67程度の公立高校に通っているんですが、この時期から受験勉強を始めようと思っています。難関国立大、何から始めるべきでしょうか英語理科が苦手です。社会が得意です。数学は好きですが苦手です。まず文系か理系かっていうところによるんですけど、文理問わず国立大でしたら英語は絶対にしなきゃいけないですね。で、まあ文系に進むのであれば、 まあ数学は好きですが苦手です。まあ好きっていう時点で、その基本をとにかく入れるところまでは踏ん張る。今の好きを切り崩してでもあの、とにかく基本は抑える。その教科書レベルと言われてるところ。で、反対の問題なんですけど、まあこれ、まあ僕の所感というか、最近の反対の問題は、 ものすごく簡単になってるのかなって思った覚えがあるんですけど、なんか一回動画で反対の問題解いたときに、うん、教科書レベルだなって思った覚えあるので、あの、文系の方とかはね、確か理系も簡単だったのかな。なので、これは朗報。数学は好きなんだったら、苦手でもせめて教科書レベルさえできるようになれば戦えるレベルね、まず負けない。 レベルにまで持っていけるということです。裏を返せば、あの、教科書レベルすら立ち打ちできなかったとしたら、あの、みんなできちゃうので、差をつけられちゃうので。ね。そこだけはちょっと怖いかもしれませんが。だから、要約すると、えっと、今、高校1年生なので、理科社会は後回しで大丈夫。大事なのは英語。で、数学はとりあえず教科書レベルはしっかりとできるようにしておきましょう。で、まあ、理、理系に進む場合は、まあ、結構、がっつり、ね。 やんなきゃいけませんか一旦はそんな感じですかね一緒にね、えー、頑張りましょう。長い戦いですよね、高校3年生までは。まあでも時間があるので、しっかりと計画立てて頑張ってもらえたらいいなと思います。